こんにちは。リフォームの達人プロデューサー、山さんです。お二人がいなかったら諦めていた。場合、リホトモさんよりいただきました。ありがとうございます。今日はそうだったんですね。お知らせです。クリスマスイベント、リホナビ対象、11月8日8日からスタートになった申し込み。すでに申し込みされましたが、12月の8日、いよいよ発表となります。 1> 第1回リホナビ大賞。もうまさにこのクリスマス最後のオフ会。今から準備、着々と進んでおります。もっと暮らしを楽しもう。チェックシートブック。各種チェックシートをチェックしてみてくださいね。続々届くおしのビフォアアフターリホナビ大賞。今日も行きたいと思います。ノミネート作品集。私を救った動画が2本。倍イヒさんからです。山さん、こんにちは。 私の推しのリフォーム対象、リフォダビ対象。やっぱり、ハルコさんとミセス・ジェイさんです。あ、もしや、お二人がいなかったら、あの、ボッシュ、諦めていたところだったんです。お二人に、希望と勇気をくれたでしょう。アンパンマンみたいですか。いやーもうまさしく、そんな方多いんじゃないでしょうか。ボッシュ、食洗機、トクラスに、ミセス・ジェイさん、これが、 ありの一傑だったんですけど、今、どんどん広がってますよね。ナンバー 40, ミセス J さん。なんといっても、下台のキャビネット、天板、シンク、トクラスなんです。キッチン本体。天板はもちろん、お手入れのしやすい、くちらない、いつまでも綺麗、そしてシンクもお手入れ性抜群、染みない、人造大理石。うん、トクラスですよね。で そこで海外食洗機、通常だったらミーレなんですが、そこになんとなんと、ボッシュを持ってきてビルトイン。これはだからもう、それやっちゃいけないよって言ったところ、もうどんどん、もうリフォーム業界でびっくり。キャビネットはなんと言っても、宝、宝、レンジフードも、そして宝ーーパネルもマグネットがつくんですよ。つまり、この、 美味しいところどり、ボッシュの食洗機にトクラスのキャビネット、天板、そしてホーローパネル、マグネット、レンジフード。ちなみに推薦はリクシル、ナビッシュ。希望と勇気をくれたでしょう。まさにその賞にぴったりの、うん、ミセス・ジェイさん。そしてナンバー2続きましたよ。ボッシュ食洗機、トレーシャに、バイ・ハルコさん。この、実はハルコさんと、このミセス・ジェイさん。 オフ会で会ってるんですね。で、オフ会で、このまさに情報をシェアされて、で、できた、そのビフォーアフター。工事前日です。シンク下の引き出しが落ちて、養生テープで止めてます。サンバリーララでしたね。ドン。これ、トレーシア。そう。そして、海外食洗機。こちらは、当時まだなかったボッシュそれに、トレーシア。 ええー、そうなんです。ナンバー No.41, 春子さん。宝さん、施工完了時点、ベッド工事の没収食洗機と既存のコンロと換気扇はまだ設置していません。いやー、だから、そうなんですね。既存のコンロと既存のレンジフード。だから、キャビネット本体、釣りとパネルまでは宝。そして、没収食洗機、既存コンロ、そして、既存レンジフードは後で工務店さんが取り付ける。 ボッシュが入る場所、中まで覗いてみましたよ。そして、ボッシュも無事入って完成です。うん、レミューだったらわかるんですけど、トレーシアにしてるっていう,ていうところは見そうですよね。ボッシュの面材が、カラさんでは用意できなかったので、用意してくれなかったので、うん、白色ね。コンデンさんが手配できるよっていう白の面材もあったんですが、コンロと換気扇に合わせてシルバーつながりにしてよかったです。もうこれもシルアクセントになっていいんじゃないでしょうか。そして、そう。 このね、とあの、TOTO の GG の手洗い GG800 ですかこれが綺麗でしたね。このオタクホームに伺ったこの、えー、春子さんち。そして壁紙クロス。1階のトイレ、アクセントクロスを落ち着いた柄のディズニー。ディズニーなんですよ。落ち着いてる。うん。わかりますディズニー。そう、ディズニーなんですね。こんな感じで。そして2階の方はまた同じく TOTOGG800。これ綺麗でしたね。 本当に、あのー、なかなかね、800を入れてるっていう事例が今までなかったんですがこれもありだなと思うんですが、今日は何と言ってもこの壁紙クロスなんですけど、ドン。2階のトイレも家族しか使用しないので、こちらは、かわいい後ろ姿のミッキーたち。いやー、かわいいですね。そして、最近本当に子供さん増えましたね。とうとうオクターブ。ここにね、超余気もできるんですけど、まずシルエットも綺麗ですね。こんな感じ。さらには念願のカンタ君。いやー、これも増えてます。 えー、かんたくん。いや、これ、あるかないかで全然、海外食洗機とかんたくんは使ったら手放せないと言いますよね。ナンティ4 1はるこさん、希望と勇気をくれたでしょう。パート2、まさに、リホナビのリレーでした。ひさえさん、次、パート3で動画、えー、ご用意させていただきますんで、ぜひ、えー、シェアいただければ。 では行きましょう。日本旅大賞。その他、ノミネート作品出版。えー、ゆうこさんからナンバー42。こちらは出ました。グラデーション、ハイミドリレミューですね。宝レミューのハイミドリ初めて見る人は、グラデーションにまずはびっくりしていました。そうですね。もうなんかこの今まで、ストーンローゼも含めて、このグラデーションの美しさ、これが放浪。いや、変わりましたよね。で、今度はダイニング側から見て、 その奥の方は灰緑でカップボードではなくトレーシアで合わせてカップボード。だからツートンにしているかという。バイカラーと呼ばれるものですね。リビングが、ダイニングから見たらやっぱり灰緑よりああいった形で壁と馴染んでるますが、ダイニングテーブルも今回新しくなりました。また、造作カウンターの下、隙間くん。これね、隙間くんカウンター下って検索したらネットで注文できるんですね。これ綺麗なんですよね。購入して設置しましたって。これ。 これありだなって結構真似できるんじゃないかなという形でこんなのあったでしょうみたいな感じですね。そう、カウンターの下に。ですから、まあ普通に笠木で終わってて、あいたカウンターじゃなかったとしたら何かここで収納であったり、もしくはここで作業できるようにしたい方は、この、うん、商品ありですよね。隙間くんです。素晴らしい。 ダイニング側にもキッチンパネルを貼ってもらいました。そうなんですね。大きな地図は義理の母が私たちの一人息子、義理姉の、えー、居住地を把握していたくて貼ってあるものです。あ、見て、ここにいるな、ここにいるなっていうことで、夫は組みたいですがいや、いいですね。ここにね、マグネット、えー、パネルを貼るという方法。うん。そして、ここ。いや、カウンター下の収納。 ありじゃないでしょうか。ナンバー42、ゆうこさんからのレミュー、ハ、は、イ、い、ミドリーでした。スリートがなくなり、かなりの開放感見ていきましょう。ナンバー43、かずみさん。ビフォアはこの壁付けキッチン。あ、ここにね、こういう風になっていますね。築30年のマンションのキッチンで、相型が2100。で、あ、こちらの背面がは、ね、冷蔵庫でこんな感じにしてるんですね。壁付けから今回。 ぐるっと108度回転対面キッチンへ行きましょう。ビフォーアフターどうなったドンおおええどうなってんのこれは。いやもうそんな感じじゃないでしょうか。キッチン明るく広くなったよ。いや、なりましたね。めちゃくちゃなりましたね。すごいですね。こんな感じ。いやもう、なんかもうリフォームの力すごいですね。どうなってるのそんなキッチンではないでしょうか。 こんな感じで。いや、レンガのあのクロス。そしてキッチンパネル、張り伸ばし。で、今回はキッチンとカップボードは同じ色。いや、でもこの辺の色使い、ダウンライトに含めた形まで綺麗に仕上がってますね。ナンバー43、かずみさんからいただきました。ありがとうございます。全国から続々参加、日本ビ大賞。今年の年末最後の思い出に皆さん続々 全国各地から集まってきますね。12月8日、リファネビッ対象12月8日、この時にまた動画もご用意させていただきますね。 いろんな対象、みんなノミネート中です。もっと暮らしを楽しもう、チェックシートブック、各種チェックシートをダウンロードして、リホナビにビフォーアフター、どん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 送ってくださいね。大切な業者選び、リホナビがサポート、リホナビご縁結びと、リホナビが選ぶ安心の業者、一人一人に会う一社をおつなぎさせていただいております。まずは、このカルテに必要事項を記入そして、 詳細な希望をヒアリングすることで、あなたに合った業者、一社をおつなぎさせていただいています。まずは LINE に登録、リホナビ画面、もっと暮らしを楽しもう、QR コード、こちらの方から LINE 登録をよろしくお願いします。山さんにコメントスタンプくださいね。いや、今日もお届けしましたが、リホナビ大賞、どん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 盛り上がって、皆さんの清潔一票、どこに入れたいですか。まあ、一票だけじゃなくて、いろんな思い出の動画、勇気をもらった動画でしたね。ぜひ、えー、シェアして、コメントいただければと思います。素敵なリフォームせーの。 必ずできるいってらっしゃいいやどん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 いろんな思い出が深まる、そんな動画集になっています。